3分法律の勉強。おはようございます。お初にお目にかかります。弁護士の北川と申します。よろしくお願いいたします。2019年8月9日ムーミンの日でございます。皆様の朝の時間3分だけ私にいただけないでしょうか。現在244名の方々にチャンネル登録していただいております。ありがとうございます。この方たちの顧問弁護士として本日も時事ニュースの法律的な解説させていただきます。なんでムーミンの日かはこの動画の最後にお話しさせていただきます。要チェックです。さあ金曜日頑張っていきましょう。2019年8月9日テレビ番組表ニュースランゲこちらです。バンと台風がなんかノロノロ運転らしいですね。警戒をしていきましょう。そしてゴルフの渋野選手は相変わらず注目がされています。そしてですね、昨日かな、早見もこみちさんと平山あやさんのご結婚報道がされたということで、連日ね、有名人の結婚ラッシュということで騒いでおります。 Congratulation! ということで、今回私どうしても説明したいのは第4位のですね、吉本興業さんが全芸人タレントさんと共同確認書、契約書ですね、交わすと。そしてエージェント制度契約も導入するぞというところなんですね。これちょっと興味深いので解説させていただきたいなと思います。吉本興業さんは昨日ですね、いわゆる闇営業問題、契約問題に関して経営アドバイザリー委員会というのを設置して、昨日第1回が開かれたということです。その中で全ての芸人さんタレントさんと共同確認書という契約書を取り交わしていくよという方針を決定したらしいです。そしてそれをベースとして、まあ、芸能活動のですね、仕事の獲得ですとか交渉の締結、そしてタレントのスケジュール管理を調整していく専属マネージメント契約、これが主流だったんですけども、それとは別に専属エージェント契約も導入する方針ですよということを発表しました。この専属マネジメント契約、そして専属エージェント契約の2本立てでいくよということなんですね。この専属エージェント契約っていうのは、アメリカのハリウッド俳優ですとか海外のスポーツ選手はこちらがもう主流なんですよ。吉本さんの提言する専属エージェント契約というのは、いわゆるマネジメント業務ですね、スケジュール調整などのそういったマネジメント部分を除いて、吉本興業さんは仕事を取ってくるですとか、そして交渉、あくまで相手方と交渉していくというところだけをやるよというところなんですね。芸能プロダクションに対する所属の要素が弱まって、そのタレントさんはいわゆる個人事業主的な要素がさらに強くなるってことなんですね。デメリットを言ってしまえば、自己プロデュースをしなければいけない責任が自分に降っかかってくるということです。このように説明してもいまいちピンとこないと思うので、具体的な事例で分かりやすく説明したいなと思います。ちょっと微妙に違うんですけれども、あくまで分かりやすさで伝えるためにあえてこういう事例で説明するんだよということをご了承いただければなと思います。新しく発表された専属エージェント契約っていうのは、いわば不動産の仲介業者みたいなもんですよ。例えば私が弁護士を辞めてイタリアンレストランを開きたいとしましょうか。そうすると当然イタリアンレストランをやるための場所を抑える必要がありますよね。で、物件どこかなって探すために不動産仲介業者に行って、レストランをやりたいんですけど物件ないですかっていうふうなことを打診するわけです。そして不動産業者は、あ、ここの物件があるよ、この物件があるよ、どれにするっていうことが言えるんですね。で、私はどの物件が駅から近いかなとか、どの物件が OL さんが一番寄ってきてくれるかなっていうのを考えて、この物件にしますってことを決めて、その仲介料を一部を不動産屋さんに払うってことですよね。そしてその私がイタリアンレストランの内装をトンカントンカン作って、どういうメニューを提供して、どういう値段で提供してっていうのは勝手に決められるわけですね。もちろんそのお店が大繁盛しようが全然売れなかろうが、これは私の自己責任ですよね。不動産仲介業者は全然関係ないですよね。これが新しい専属エージェント契約ですね。微妙に違うんですけどご容赦ください。反対に今までやってた専属マネジメント契約ってどういうものかっていうと、私はイタリアンレストラン開きたいです、不動産業者の方にお願いしました、どの物件がありますかっていうふうに聞きますよね。そしたら不動産仲介業者はOK、 わかりました、 A と B と C の物件があるんですけども、イタリアンレストランだったら多分 B がいいから B で行きましょう、そして3ヶ月後にもうやっちゃいましょうよと、そのために内装をこの業者にお願いして、トンカントンカントンカン、この感じで作っていきましょう。そういえば北川さん、あなたお店一人でやるつもり？ちょっと難しいでしょ、ウェイトレス必要じゃない？ウェイトレス知り合いの人いるからちょっと連れてくるよ。で、ウェイトレスの制服はこういう風なおしゃれなやつにやっていこうね。さらに何？あなたパスタ作りたいの？いや、今種類はピザなんだよ。ピザやりましょうよ。そして値段はワンコインの500円なんかどうですか？
といった具合で不動産業者が物件を選んでくれるだけにとどまらず、ウェイトレスも引っ張ってきてくれるし、価格も決めてくれるし、メニューも決めてくれるっていう、こういうシステムが専属マネジメント契約だと思ってください。これは分かりやすく言ってますよ。微妙に違うけど、これはご了承くださいね。この専属マネジメント契約の大きなメリットというのは、私イタリアンレストランやりたいなって漠然と思ってるだけで、他に具体的に何も考える必要もないし、何も動く必要もないんですよ。不動産仲介業者がいろいろ決めてくれるし、いろいろ手配してくれるんです。それでちゃんと売上が入るんです。これ大きいですよね。反対にデメリットとしては、なんか不動産仲介業者に私が所属してる感じが強くないですか？独立してないですよね。雇用契約みたいなぽい感じがしますよね。私自由にお店伸び伸びできないんですよね。さらに芸能事務所、不動産仲介業者ですね、がエスカレートしていくと、北川さん、あんまりイタリアンレストラン儲からないね、もうシフトチェンジして中華にしちゃおう、時代は中華だから、みたいな形でお店自体をまるっと変えちゃう。自分の私の気持ちを無視してまるっとですね、方針を変えちゃったりするんですよね。で、私が不動産仲介業者に対して B の物件を選んでいただいて、ここまで一生懸命育ててくれて本当に感謝してるんですけど、私は本当にイタリアンレストランがやりたいし、 A の物件がなんか良さそうなので A の物件でやらせてください、みたいなことを不動産仲介業者に言うと、不動産仲介業者は、あ、いいよ全然、あ、だったら出ていけばいいじゃん、みたいなことになるんですね。そして不動産仲介業者はその A の店舗、 A の物件を持ってるオーナーに北川が連絡するかもしれないけど絶対に貸さないでね、みたいに根回しされるんです。不動産仲介業者はそれだけの大きな力があるんです。そうすると、 A の店でイタリアンレストランをやりたいと思ってる私はいつまでも A の物件を借りれず仕事ができないということになっちゃうんですね。これがおそらく業界でいういわゆる干されるってやつなんだろうかなと思います。なので日本にもともとある専属マネジメント契約っていうのは、全部やってくれるっていうメリットはとても大きいんですけども、逆に今みたいな弊害もあるんですね。そうではなくて、吉本さんが今回打ち出している専属エージェント契約っていうのは、これはね、私非常に画期的だなと思いますし、時代になんか合ってる感じがしますよね。だって今吉本興業だって明石家さんまさん自分の個人会社作ってますし、例えばキングコングの西野昭弘さんですとか、オリエンタルラジオの中田敦彦さんだって自分でプロデュースしていろいろ動いてますよね。完全に自己責任、失敗したら自分のせいなんだけども、自由にできるっていう方がもしかしたら時代の流れに合ってるのかもしれないなと思いました。本日以上でございます。具体例述べていたらすげえ長くなっちゃいましたね。ごめんなさい。今までの専属マネジメント契約っていうのは、法律でいう雇用契約的な要素が入っている感じですかね。そうではなくて、今回打ち出した専属エージェント契約っていうのは、完全に自己責任、まあ業務委託契約といいますか、委任契約、個人事業主、フリーランス的な要素が強いと思ってください。以上となっております。全然3分じゃないっすね、ほんとごめんなさい。まあまあちょっとね、長めに解説したいなと思って今日はしちゃいました。ここまでね、聞いてくれた人、見てくれた人、ありがとうございます。勉強になったなって方いましたらね、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはお友達にですね、こんな動画があるよって紹介してくださったりですとか、シェアしてくださると私泣いて喜びます。あ、そっか、ごめんなさい。ムーミンの日も説明しなきゃいけないですね。ごめんなさい。ムーミンの日、なんで8月9日がムーミンの日かっていうと、ムーミン誕生60周年の2005年に、作者であるトーベ・ヤンソンの誕生日である8月9日をムーミンの日とすることにしたらしいです。本日長々失礼いたしました。今日も一日頑張っていきましょう。また明日もご覧になっていただければ、めちゃめちゃ頭良くなると思います。明日もチェーケラウ。Program is supported by Izumi Tanaka. Izumi-san, Shingles, どうなったの？最近報告ないじゃない。ぜひチェックアウトしてください。